ウィッチャーのゲラルトだ。入れ。ボスは上で待ってる。一体何の話か説明してくれないか。ゲラルト来たんだ。来てもいいと思った。話。ウィッチャー、やっと来たか。さて、みんな揃ったところで。なぜ俺たちを呼び集めたんだ。ラドビッドは船の上でどうしようもないって話をしただろ。手詰まりなんだ。黙って。奴を陸に誘い出す方法を思いついた。だがそれは後だ。まずは罪の告白から始めよう。この計画にフィリパ・エイルハートを加えたことを懺悔しておく。ブラボ、お前最高だよ。まあまあそんなに騒ぐな。あの女魔術師がラドビットの小僧に危険を知らせることはない。むしろ奴の暗殺に協力したいと言ってる。認めたくはないが、彼女からヒントを得たんだ。まるでひらめきを与えてくれる女神だな。何をひらめいたと言うんだ。まあ待て、話さなきゃならないことは山積みだ。ゲラルト、お前は確かラドビッドに雇われてフィリパを探していたよな。まあな、まだ彼女の隠れ家を見つけただけだ。何が言いたい。お前の協力があればフィリパを仲間に入れずに彼女を利用できる。ラドビットはお前が彼女に関する情報を報告すると思ってる。お前はただ彼女の名前を出して彼女の行方の手がかりを掴んでいるような素振りを見せれば。ああ、奴は食いつくぞ。針と糸、おもりに加えていい竿まで手に入ったわけか。確証はないが、ラドビッドが俺の話を信じて食いついたとしよう。それでどうする。フィリパの隠れ家を発見したというんだ。どこか俺たちが罠を張って待ち伏せしやすい場所がいい。心当たりがあるか。聖堂塔に通じる橋がいい。両側に建物が密集して物陰や狭い道が多いから町の他の場所から切り離しやすい。それがいい。俺の部下を二手に分けて、半分を橋の門に、もう半分を反対側の門に置こう。中央には石弓を持ったベスを配置する。いいか、ゲラルト。お前に頼みたい仕事はラドビットを散歩に連れ出し橋まで来させることだけだ。あとはこっちに任せろ。どうだ。やろう。だがこれが終わった後はどうする。町中が大騒ぎになる。落ち着くまで身を潜める場所が必要だ。それはもう考えてある。マダム・イリーナの劇場を覚えてるか。今は廃墟になっていて誰も中を覗こうともしない。ザラーと俺はそこで待つ。待つ。自分の命は危険にさらさないつもりか。そうじゃない。ディクストラと俺はいろいろな特技を持ってるが、戦いに関しては全然ダメだ。俺たちが戦場で生き抜くのは美人コンテストで勝ち抜くのと同じぐらい不可能だろ。心配するな。百戦錬磨の俺の部下が何とかする。お前はラドビットを連れてくるだけでいい。ラドビットの船は今どのあたりに停泊しているんだ。すぐ近くだ。ロビグラドの港さ。お前が行った時奴の機嫌が悪くないことを祈ってるぞ。橋にいる敵を排除しなければ。うちの門が何とかしよう。聖堂の周りの衛兵はどうする。争いが起きたら大軍で押し寄せてくれ。フィリパ、ここで何をしてるんだ。ゲラルト、分かりきったことを聞かないで。バカみたいに見えるわよ。あなたたちの話を盗み聞きしてたに決まっているでしょ。なかなか面白かったけどちょっと不思議ね。何が腑に落ちないのか聞かせてくれないか。あなたたちの単純さよ。ラドビッドがあんな罠にかかるなんて本気で思ってるの。ラドビッドは正気を失っている。論理的な思考はできない。だからこそよ。たとえあなたが私を捕らえても理由もなくあなたを拷問にかけるかもしれない。フィリパ、なぜ俺にそれを言う。そんなに気になるのか。全然。ただラドビットには死んでもらわないと困るわ。協力を求めてくれないのも残念。でも私にできることはするわ。ほら、これを持ってて。指輪か。レダニアのワシの紋章が刻まれてる。ラドビットの父ビジミルのものよ。それを渡せば私を捕らえたと信じ込ませることができる。信頼すらされるかも。助かる。ありがとう。いいのよ。
ラドビットから解放されるためなら今の私はどんなことだってできる。幸運を祈るわ、ゲラルト。お前はいい船乗りになれるぞ。永遠の炎が我々の罪を焼き払わ。彼女の旦那がシラフの時なんだ。ウィッチャーのゲラルトか、何の用だ。一件だ。フィリパ・エイルハートの情報があります。武器はこっちで預かる。ではついてこい。陛下、ウィッチャーがフィリパ・エイルハートに関する知らせがあると。今度こそは魔法の水晶などよりマシなものを持ってきたのであろう。彼女の居場所が分かりました。本当か。他の者たちのように騙そうとしているのではあるまいな。他の者たちとは。ヨガ、エイルハートに関する情報に莫大な褒美を出すという噂が広まっているのだ。欲深く愚かな者の数は限りないと見える。たちまちのうちに船の前に行列ができた。最初に乗船したのはカリウドだ。両目のないフクロウの死体を持ってきた。ヒオがそれを信じて莫大な褒美を与えると思ったらしい。その男の目を潰した上、首に石をくくりつけて海に投げ込ませた。次に来たのはオクセンフルトの郵便局長だ。あの女の書いた手紙と称するものを持ってきた。もちろん偽物だ。二度と字が書けないようにその者の指を切り落とさせ、嘘を喋ることもできないよう舌も抜かせた。後に並んでいた者たちが全員逃げ出したことは言うまでもあるまい。この仕事は信用が何より大事です。証拠も持たずに来るほど愚かではありません。父の指は。フィリパは布告書にこの印を押し、王の言葉として広めていた。あの女はどこにいる。目と鼻の先です、陛下。ノビグラドで聖堂島への橋のたもとの家に住んでいます。なぜ引き連れてこなかった。連れてくるには捕らえなければなりません。後をつけて居場所を知り、証拠の指輪を盗み出すのがやっとでした。あの女を恐れたのか。いいえ、陛下のお望みは彼女の命を自らの手で終わらせることかと。世と共に来るがいい。ヒューブレヒト、兵を集めよ。いかほどに。全軍だ。それでどこに。フィリパはどこだ。橋の近くの家に。反対側のたもとのそばです。こちら側を閉鎖し、誰も入れるな。無関係の通行人も追い払え。目撃者はいらぬ。ダミアン、ジョーク、エグバート、フリーク、カスパー、お前たちはここで後方を守り、ウィッチャーを殺せ。これが王のために働いた者への返礼か。違う、世を苛立たせた者への罰だ。貴様は知りすぎている上、何度も世の邪魔をした。それにその尊大な態度には我慢がならぬ。
今まで生かしておいた方が不思議だ。ついてこい。遺言はあるか？ウィッチャーを解放しろ。それからラドミッドだ。待てろゲラルト、今行くぞ。フリリに回り込め。よりよくする。間違いを犯したな。無事か？ああ、助かった。計画はめちゃくちゃだ。まあいい、臨機応変にやるさ。来いゲラルト、敵の援軍が来る前にラドミットのところへ行くぞ。おじけづいたか。命令だ、扉を開けろ。怒鳴らなくて結構。これは今までのお返し。そしてこれは贈り物。ごめんなさいね、楽しみを人に取られるのは我慢できなくて。なぜあの女が、どこで、なぜ。くそ。話を盗み聞きしていた、あの倉庫でな。なんだと、それを俺たちに黙っていたのか。みんな、その話は後にして。ラドビットは死んだ、誰が殺したかは関係ない。目的は果たして、あとは逃げるだけ。すぐにレダニア兵が押し寄せてくるわ。行くぞ。それでどうだった？終わったのか？終わった。
ただし何もかもが計画とは違ってたな。詳しくは後で話そう。まずは強い酒で乾杯だ。北方とテメリアに乾杯。テメリア万歳。クソッタレのテメリア万歳。まだ早くないか。ラドビッドは死んだが、テメリアの解放には程遠い。戦争は終わってないどころか、その気配すらない。それは違うな。明日の正午に中央軍がエムヒルの名前で停戦協定に調印する。我々とディクストラが同意した文言の停戦協定だ。ではあの時お前がベレンでトロールに捕まったのは。そう、最後の話し合いから戻る途中だった。エムヒルはエイダーンとライリアを領地にする。ただしラドビットの首とゲリラ攻撃の中止を条件にテメリアからは撤退し、テメリアは帝国の属国となるわけだ。国内の自治は認められてる。自国の司法と行政と軍隊も維持できるんだ。金の百合は帝国の大いなる太陽の下で咲き誇る。詩人はそう歌い上げるだろうな。俺は詩人じゃないから他にどうしようもねえだろうとだけ言っておく。まだ何か隠しているな。確かにそうだが、我々はお前が政治に全く向いていないことを知っているからな。魔術師関連の問題を強調したまでだ。これで終わらせることができるなら今すぐ終わらせるべきではないか。この一撃によって一切合切の決着がつくのだから。どういうこと？ベクマスの第1幕第7話のセリフだ。ずっと演じてみたかったが、その他の兵士の役しかもらえなかった。ゲラルト、ザラーの言ったことは忘れてしまえ。ニルフガードとの調停はありえない。レダニアは俺の進歩的な統治のもと、勝利の日まで戦い続ける。そして北方を統一する。テメリアもその一部になる。おい、なんだと？話し合いで決まったことと全然違うぞ。そうだ、我々は一国の不安定な主権を守ることにこだわり、エムヒルに他の全ての北方諸国を差し出したんだ。そんな条件を飲むのは愚か者だ。同意などできん。この二枚舌の裏切り者は絶対に許さんぞ。いや、ロッシュ、お前が一番わかるはずだ。俺には他に道がないこと。なぜ俺が理解しなきゃならない？お前も俺と同じ愛国者だからだ。ゲラルト、お前はもう関係ない。もう行け。放浪の旅がうまくいくことを祈ってるぞ。ディクストラ、彼らを殺させはしない。残念だな。ではお前も死ぬしかない。全員殺せ。慌てるな。間違いを犯したな。なんてことだ、こんなことになるなんて。危なかった、危機一髪ね。これで終わりなはずがない。明日、こちらの使者がニルフガード側と会う。ディクストラは彼を暗殺しようとするはずだ。阻止しなければ。悪いが、そっちでやってくれ。俺は政治の駆け引きにはうんざりか。気持ちはわかる。肩がついたらビジマに来てくれ。旧国の英雄として歓迎しよう。それではな、ハクロ。今日も頑張ろうや。